荒川真澄は昨夜うちの親父と会食した後、一人で平安楼を出て行った。撃たれたのはその帰り道ってことになる。犯人の目星は？解散させられた近江連合の残党ってとこだろう。実は蒼天堀の方でも昨日発砲事件があった。元若頭の渡瀬な、堂島大吾にもだ。無事だったのか？ああ、あいつらのそばには元登場界のレジェンドってのが何人かついているらしい。最強の用心棒だ。なるほど、あいつらか。お前らも用心するんだな。近江解散の最前線にいたんだ。的にされてもおかしくねえぞ。わかった、春日にそう伝えとく。しかしあの近江連合の、しかも次の跡目とまで言われた荒川組までが解散を目論んで動いていたとはな。これはとんだ裏切りですよ、沢城さん。もともと俺らは関東に拠点を置く同じ東条会の親戚団体同士。そんな俺らが荒川さんが書いた神室町から東条会を駆逐するという作戦に手を貸したのは、一にも二にも自らの組の存続のため。島代なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる東条会のやり方にはうんざりしてたんだ。そんな状況が続きゃ俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織は自利品。だからこそ不義理を承知で荒川に協力したんだぞ。あの約束はどうなるってんだ。荒川さんが近江連合のトップに立った後、八代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられるっていう話はよ。ご心配なく、近江連合は解散させません。新しい看板を掲げて存続させます。関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っております。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので、今日のところはこちらでご容赦いただきたい。まあね、あれですよ、我々としてもこれで荒川組さんとの縁を切ろうって腹じゃない。今後もいい関係を続けていければとは思ってます。そうだな。まあ裏切りの首謀者だった荒川はどこぞの誰かさんがきっちり寄ってくれたわけだから、一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればいつでも頼ってください、二代目荒川組さん。ありがとうございます。あ？何が筋だ。極道の端くれにもならねえ片田舎のカスどもが。何だと今なんて言った。
沢城、お前、おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。無礼だぞお前。荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうが。やめろ。何をする。俺はな、お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大嫌いなんだよ。何年か前までは登場会の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩ずらして任侠道のご指導か。ごたく並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力、強えやつに弱えやつが従う世界だ。助けて。死の子の言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだ、このボンクレが。これからも俺らが作る新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや、先輩。ずいぶん勝手なことしてくれるやないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。知らんな。親はやられて黙ってられるほど俺の器はでかくねえんだよ。何が言いたいんや。やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが、親父を殺した奴のけじめ絶対に取らせてもらう。よーく覚えとけ。何言うとんねん。青木に命令されたお前がやったっちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるわ。因縁でっち上げて俺に喧嘩打って、それきっかけで新しい組織の頭取ろうっちゅう腹積もりなんやろうが、そうはいかへんで。まあ今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でも吸っとくんだな。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう、文句ねえだろう。借りるぜ。帰るぞクソガキ。やってるよ電話。星野だ。会長。大丈夫か。ええ、まあ。その声でか。ちゃんと飯を食えてるのか。いえ、そいつは体に毒だ。どうだ、平安楼で会わないか。平安楼、俺と荒川さんが最後に会った場所だ。
荒川さんが食べたのと同じ料理をご馳走してやる。でも今は。いいから来い。わかりました。待ってるぞ。星野会長から呼ばれたんですか。平安楼に来いって。行くの。ああ、おやっさんの最後の様子も聞きたいしな。どうも春日さん。ここはなかなか居心地のいい店ですね。なあ、だろ。しかしあんた、一人で飲むのが様になってるな。さすがイケメンだ。悪い気はしませんね。よかったら一杯ご馳走させてください。お、マジで。いや、話せるね、半純義。あなたは不思議な人ですよ、春日さん。孫妃もあなたのことを高く買っています。私が焼き餅を焼くほどにね。よく言うよ。そういや、彼女とはもう長いのか？なんかお嬢様と執事って感じに見えるけどよ。私がコミジュルに来たのは3年ほど前のことです。まだ長いというほどではありません。そうかい。それまでは、ジングオン派という組織にいました。私はそのリーダーの影武者だったわけです。影武者ってと替え玉のことだよな。本物そっくりの。ええ、主が敵対組織に狙われた時には身代わりで殺される。それが役割です。今時そんなのが本当にいるんだな。ん？ってことはあんたの今の顔は？作り物の顔です。大掛かりな整形手術を受けました。自前の顔もハンサムでしたけどね。しかしもはや写真すら存在しません。へえ、過去は捨てたってことかい。かっこよく言えばそうです。となると本名も半純義じゃないわけだよな。本当の名前は何てんだ。まだそこまでの仲じゃないでしょう、私たちは。だから名前を呼び合うのが友達になる第一歩だろ。なかなかやりにくいですね。私はもう少し人と距離を置きたいタイプなんです。人言派って組織がそういうとこだったのか。名前からすると韓国マフィアだよな。春日さんは元東条会ですよね。なのに人言派をご存じないとは。無所暮らしが長かったもんでね。ジングオン派が東条会とやり合っていたのは1980年頃。あなたが刑に服すずっと前です。80年頃って40年前か。俺はまだ赤ん坊に毛が生えたようなもんだぜ。私はまだ生まれてもいませんでした。ですがその時にジングオン派は東条会に襲われ、ほとんど皆殺しにされた。30人ほどがね。 30？ 当時のカムロ町はアジア最大の町でした。その島をめぐる抗争は激烈だったと聞いています。そして東条会はあまりに強く凶暴性をむき出しにしていました。だからって30人も。報復のため韓国のジングオン派本部はさらなる構成員を断続的に日本へ送り込みましたが、そのいずれも東条会の牙城を崩せず。しかしだからといって本国へ戻ることも許されない。結果任務を果たせなかった者たちはどこにも行き場をなくして見捨てられました。そんな者たちの一人が私の父親だったわけです。なら
お前さん自身は日本生まれか。ねえ、かといって日本で歓迎された記憶はありませんがね。さらに言えば、片木の在日コミュニティからも受け入れられませんでした。うちの家族はマフィア崩れの半端者としてどこからも弾き出されていたんです。そんな我々のことを端的に言えば、はぐれ人言派といったところでしょう。はぐれ人言派か。はぐれ人言派でも構うねえが、俺的にはマーベリックって呼び名の方がかっこいいな。マーベリック、群れからはぐれたものという意味ですね。泥臭い人言派には少々おしゃれすぎる称号ですね。オーケー、じゃあはぐれ人言派で行こうぜ。春日さんが意外におしゃれな思考だということが分かりましたよ。そいつはありがとうよ。そんでそのはぐれ人言派はその後どうなったんだ。21世紀に入って2006年の冬、私が20歳になった頃、本国の人言派は日本の極道らに大攻勢を仕掛けます。ただしその際、我々はぐれ人言派には声もかからなかった。完全に蚊帳の外です。私の父親たちは日本へ行くよう命じた同胞から完全に忘れ去られてもいたわけですよ。なるほどな。俺も一人同じような目にあったやつを知ってる。え？今あんたの目の前にいるぜ。組に捨てられて18年無所にいた。あ、そうでしたね。道理で春日さんを嫌いになれないわけです。で、人言派の大攻勢ってのはどうなったんだい？長い時間をかけて計画されていましたが、結局登場会に潰されました。皮肉なことにその時の彼らもちりぢりに我々はぐれ人言派へ加わることになった。惨めなものでしたよ。打ち捨てられた者同士が外国の底辺で身を寄せ合うしかなかったんです。苦労したみたいだな、あんた。見た目チャラい割に。それはお互い様ですね。だんだん遠慮がなくなってきたな。そのようです。どうも今日は私らしくなかった。楽しいお酒でしたよ春日さん。お世辞じゃありません。あんたが影武者をしてた本物の韓純義は今どうしてるんだい？彼は3年前に人言派を復活させ、一時は神室町の一角を手に仕掛けていましたが、頭に銃弾を受けて殺されました。その肝心な時に私はそばにいなかったんです。そうだったのか。ん？じゃあそれだったらよ、あんたもう本当の自分なのっていいんじゃねえか。なんでまだ影武者のままでいるんだよ。もしかしてこのまま本物の韓純義になり変わろうとしてるとか。さて、だとしても春日さんには関係ないことです。違いますか？違わねえな。それでは。簡単に腹ん中見せるタイプじゃねえもんな。また今度じっくり飲んでみるか。よう、さっちゃん。一人で飲んでた。まあね。何か悪いの？一番も座ったらどう？どれ？なんか機嫌悪いのか？そうね。ちょっといろいろあって。ははーん。わかったぞ。
さっちゃんの髪の毛って元はくせ毛だろ。え、なんでわかったの？宿毛矯正をかけた跡があるからな。そう、でも最近宿毛矯正が取れてきちゃって。そんで朝のセットに時間がかかってイライラしてると。案外細かいところまで見てるのね、一番。だけど私が機嫌悪いのは髪の毛のことよりも妹のナノハのことよ。ナノハがどうかしたのかよ、なんかあったのか。うちの家族のことどこまで話したっけ。私結構ベラベラ喋っちゃったよね。ナノハと親父さんに口出ししすぎて喧嘩別れした、7、8年前に。何が喧嘩の原因だったかは話した？なあ、確かさっちゃんがナノハに悪い男と別れろっつったからだ。コンサル会社やってるって彼氏だったよな。そう、そいつは桂川ってやつなんだけど、どうやら今もナノハといるらしいの。へえ、じゃあもう長い付き合いじゃねえか。真っ当な相手なら口出さないんだけどね。桂川は清流会にも出入りする半グレでさ、いつもそばに用心棒を連れてるような結構ヤバいやつみたい。元暴走族上がり。私も家出をして少し経ってから噂で聞いただけなんだけど。ナノハにとっちゃやっぱり悪い虫だったわけか。サッちゃんの予想した通り。どうかな、今うちの店の女の子たちに実際の桂川がどういう男か確かめてもらってるとこ。落ち着かないけどその報告を待つしかない。だから今日は機嫌が悪かったってことか。なるほどな。でも一番に話して少し楽になったよ。ありがとね、声かけてくれて。ふん、なんだよこのくらいのことで。ミスくせえな。よう、ヤッホー春日くん。こんの野郎もうすっかり馴染んでやがんな。ちょ、ああ酒はやっぱボディーガードなしで飲む方がうまいよ。なるほど、その辺はさすがにハンピンリューマンの元総帥か。俺の場合は生まれながらのね。そこらの人とはちょっと苦労してるとこが違う。ギャングの跡取り息子の愚痴ね。酒の魚には良さそうだ。人の人生をおつまみ扱い。ふん、まあ春日君も苦労人だしいっか。確かお前の親父さんがハンピンリューマンの先代だったっけ。今はどうしてんだい。引退してから何年かして死んだよ。誰かに撃たれたり刺されもせずベッドの上で。そいつは良かったってことになるのかな。ギャングのボスだった割にはね。四六時中誰かに襲われないか警戒してたけど、ま、あんまり羨ましい人生じゃないよ。俺だって別になりたくて総帥になったわけじゃない。多分真淵なんかの方が組織のボスには向いてたろうね。マブチ、ラオマか。あれ、そういやお前あいつのことどうした。オウミと手組んでたとこぶっ倒してそれっきり見てねえけど。ハンピンリューマンが裏切り者にするお仕置きといえば饅頭の具にしちゃうんだよ。は？おい、じゃあマブチもか。嘘だろ。どうかね、俺がそんなことする人間に見える。もしマブチを殺したとして、それでも見捨てねえ。だから正直に言ってみろ、マジであいつは饅頭になったのか。優しいね春日君は。マブチのこと心配してあげてんだ。俺には別に
殺されてめでたいと思う人間なんていねえよ。でもマブチには野々宮ってソープの店長を殺されたでしょ。なあ、だから理想としちゃマブチを半殺しにして、その後殺に突き出してやりたかった。ところが半殺しにしたとこへ近江の幹部たちが来た。それでマブチのことは忘れちゃってた。お前本当にマブチを殺したのか。結論から言うとだね、実は殺してない。そうかなんかそんな気はしてた。なんで？なんつうかお前はさ、変なこだわりみてえなのあんま感じねえんだ。組織がこうでなきゃいけねえってよりは、部下の手前ボスらしくしてただけっつうか。結構失礼なこと言ってるよ春日君。でも実際マブチのことは殺さなかったんだろ。お前は多分閉じ込めたり拷問とかもしてない。狭い土地で生きてきた仲間同士だからね、その命取るほどのことなんてまずないんだよ。とはいえ今ハンピン・リューマンは孫妃の預かりじゃん。彼女はマブチから見たらけじめをつけなきゃならない立場だ。コミジュルはマブチの陰謀で家を焼かれているし、それを閉めるとなったらもう殺すしかないよね。かもな。だからその前にマブチには俺が行って偉人町を出て行かせたんだ。町を追放するだけで済ませてやったってことか。マブチについて行った手下たちも何人かいたけど、偉人町に戻る気がある奴は許してあげた。つまり一旦リセット、全部チャーラー。孫妃もそれで了解してくれてる。寛大なこって。悪名高い偉人さんが丸くなったもんだな。マブチはハンピン・リューマンの稼ぎ頭で功労者だったしさ、まあ組織に内緒の仕事で溜め込んでもいたけど。お前そういうの知ってたのに見て見ぬふりしてたわけか。親父の代からいた古参の幹部たちは怒ってたよ。マブチは組織の掟をないがしろにしているってね。でも偉人町は日本でも屈指のグレーゾーンだよ。なら少しくらいのズルは多めに見なきゃ。なるほど言えてるな。じゃあどこかで元気してるであろうマブチに乾杯と行こうか。別にあんなやつどうだっていいけど、まあいいさ。寛大な元総帥に免じて付き合うよ。そう来なくちゃね。足立さん、今日は持ち込んだカップ酒じゃなく、ちゃんと店の酒を頼んだんだね。うん？ああ、これはお冷やだ。水だよ、水。珍しいな。休館日か？いや、コンビニでカップ酒を買う金もなくてな。え、そんなに金欠なのか？まあ、毎月この時期はいろいろあってな。なんだ、借金でも抱えてんのか？ちげえよ。たかしに金を送ってんだよ。たかし君って確か20年前に誤認逮捕されたくすみの一人息子だったな。ああ、俺がたかしの証言を信じなかったばかりにくすみは誤認逮捕されたんだ。だけど足立さんはくすみを釈放しようと動いたんだろ。それを堀之内が握りつぶした。今さら言い訳したって、獄中で自殺したくすみが生き返るわけじゃねえ。くすみが死んでほどなく嫁も辛労で倒れて亡くなった。天涯孤独になった高志は施設へ引き取られてよ。それから俺は毎月高志に金を送ってんだ。偽名でな。偽名？高志からすりゃ俺は親父を無仕送りにした刑事の一人だ。そんな人間からの金は受け取るのが拒まれるだろう。
そう考えて山田って偽名で送金を始めたんだ。足立さんなりの配慮か。だが見ず知らずの山田さんから金が送られて、隆君は疑問を抱かないもんか。そこも抜かりはねえよ。山田さんは社会貢献が趣味の資産家ってことにしてんだ。これなら隆も気兼ねなく金を受け取れるだろう。社会貢献が趣味の資産家か。まるで足長おじさんみてえだな。なんだそのあだ名。確かに俺は足も長えしおっさんだけどよ。あだ名じゃねえよ、そういうタイトルの小説があるんだよ。孤児院で育った女の子が匿名の資産家から援助を受けて大学を卒業するって話でな。へえ、春日が本なんか読むなんて意外だな。小学生の時の教科書に載ってただけだよ。それでも内容を覚えてるだけ大したもんだ。しかし20年送金を続けるなんて本当に立派なもんだ。まあ隆の生活費の足しになればと思ってよ。しかし給料をもらってた警察時代ならまだしも、今となっちゃ足立さんも相当大変なんじゃないのか。まあな、そいつは否定できねえ。隆君だって今やいい年だろ。25だ。もう送金がなくても自立できるんじゃないか。それが隆は司法浪人でな。司法浪人ってことは隆君は弁護士を目指してるのか。ええ、その通りよ。隆から月に1回送金のお礼や近況が書かれた手紙が届くんだ。あいつ昔から弁護士になりたいって書いててよ。冤罪で逮捕された親父さんのことで思うところがあったのかもしれないな。ああ、だからこそ俺は隆が司法試験に受かるまでは援助を続けようと決めたんだよ。だけど司法試験ってのは大変なんだろ。ああ、隆も大学生の頃から挑戦してんだがなかなか苦戦しててよ。今は最低限のバイトと俺の送金で生活しながらほとんどの時間を勉強に当ててるらしい。隆君受かるといいな。ああ、今年あたりは合格してほしいもんだ。足立さんにとっても送金はかなり負担だろうしな。まあ正直な話それだよ。何年も司法浪人されちゃ俺の懐がたまんねえ。なるほどね。足立さんが金欠な事情がよくわかったよ。応援したくなっただろ俺のこと。そりゃ応援するさ。じゃあ一杯ごちそうになっていいな。なんだよ、ちゃっかりしてるな。応援してくれよ酒で。わかったよ、今の話聞いて断れるわけねえしな。マスター、注文いいか。大丈夫か何番。おう、1番。いいとこに来てくれた。実は悩み事があってよ。話だけでも聞いてくれるか。リンリンリン、お悩み相談室。なんだそれ。春日一番お悩み相談室のテーマソングで、些細なトラブルから人生の悩みまで電話一本でまるっと解決ってな。今まで誰か電話してきたことあんのかよ。ナンバが記念すべき初めての相談者だよ。そいつは光栄だね。で、なんだい悩み事って。絶対に誰にも言わねえでくれよな。約束するよ。いや、実は昨夜なかなか寝つけなくてよ、ここで一杯引っ掛けようと思ったんだ。だけど夜も更けててマスターの姿がね。店には俺一人だ。そこで俺は勝手にカウンターに入って一杯拝借しようとしたわけだ。金は後日マスターに払えば問題ないと思ってな。そしたらカウンターの奥に
レジェンドモルトのボトルがあるじゃねえか。レジェンドモルト、伝説の超高級ウイスキーだよ。グラス一杯1万円はくだらねえ。マジか。当然俺なんかグラスどころかショットも飲めやしない。でも一滴くらいなら払えるかもしれねえと思ってな。一滴なんて売っちゃくれねえだろ。そうだけど、マスターがいねえのをいいことに俺は一滴だけ味見したんだ。手のひらに琥珀色のレジェンドモルトを一滴垂らしてペロリと舐める。どんな味だった？今まで飲んだどの酒もかなわねえ。濃厚な味が全身に染み渡って、お鼻からはフルーティーな香りが抜けてくんだ。まさに最高の至福だよ。生きててよかったとさえ思わせるような味さ。そんなにうめえのか。すげえな、レジェンドモルトってのは。ああ、俺はすっかり我を忘れちまってな。気づいた時にはボトルが空になってたんだ。なんだって、全部飲んじまったのか。酔った勢いでついやっちまったよ。一杯1万円もする酒をボトルごと空にしちまったんだ。マスターにはなんて言えるわけねえだろ。お金を請求されたって俺には到底払えねえんだ。俺はコンビニで一番安いウイスキーを買ってきてレジェンドモルトのボトルに移し替えた。じゃあ今カウンターにあるレジェンドモルトは？中身は安だけの偽物だよ。そんなのいつかバレるに決まってんだろう。分かってるよ。だから悩んでるんじゃねえか。なあ春日、こんな時お前ならどうする？もし俺だったらか。レジェンドモルトは天使が飲んだってことにするかな。天使？ウイスキーってのは樽の中で熟成するだろ。熟成中にウイスキーの一部は樽の木目を通って蒸発するんだよ。それを蒸留所じゃエンジェルシェアって呼ぶんだ。天使への分け前って意味さ。おお、洒落たこと知ってんな。昔飲み屋で聞いた受け売りだけどな。レジェンドモルトも天使が飲んだってことならマスターも怒りようがないだろ。だけどよ、エンジェルシェアは木製の樽だから起こる現象だろ。ガラスのボトルに入ったウイスキーが蒸発するか。まああんまり深く考えるなよ。とはいえ火は俺にあるわけだから開き直るわけにもいかねえしな。一杯一万のレジェンドモルトなんてそうそうオーダーが入るもんじゃねえ。ここは落ち着いて様子を見ようぜ。そうだな。あら、お二人さん、男二人で酒も飲まずに何の話してるのよ。まあ大した話じゃねえさ、気にすんね。そう、じゃあ一緒に飲もうよ。うん、一杯やるか。今日はいつもは飲まないお酒を頼んでみようかな。ここってウイスキーも豊富なのよね。え、ウイスキー？あ、何？ダメ？ダメじゃねえけど、その、よし、思い切って高級なのに挑戦してみよう。まさか。マスター、シルバーモルトの12年ものをロックで。いいのかい？一杯1500円もするんだぜ。たまには自分へのご褒美よ。こりゃしばらくウイスキーを頼む客から目が離せねえな。間違いねえや。私の番です。アリオス。君雑魚じゃねえ。頑張ります。ごきげんよう。
無念です。かかってきなさい。俺の番。アディオン。さーて、アデュー。失敗か。どうしよう。邪魔です。ではでは。かかってこいよ。さーて、またね。昨夜の荒川は舞台から降りた役者みたいに穏やかな顔だった。それもそうだろう。近江連合の解散を成し遂げ、お前との再会を果たしたんだ。実にうまそうに北京ダッグを平らげていたよ。俺がそんなに好きなのかって聞くと、なんとあいつは初めて食べたって言うじゃねえか。え？聞きゃ、50年前に初めて食べる機会があったが、直前に父親を殺された。それ以来どういうわけだか食う機会を逃してきたらしい。俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言ったが断られた。あいつは一人で夜風に当たりたいって言ってな。だから俺は黙ってあの人を見送っちまったんだ。あの時強引にでも俺が送り届ければ、荒川は殺されることはなかった。失敗したよ。会長のせいじゃないっすよ。おやさんに手を下したのはやはり近江の残党なんでしょうか。間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり解散させられて迷惑を被っている連中だ。じゃあその中の誰がおやさんを。春日、関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてるらしい。そいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の塊だ。犯人はその中にいる可能性が高いかもな。新しい組織の連中がおやつさんを。そしてその連中を裏で指揮できる人間がいるとすれば、今や表の世界も裏の世界も自在に操れるあいつしかいない。青木亮だ。じゃあ大家さんの殺しは若の指示。青木の意思が関わっていると見て間違いないだろう。そして荒川亡き今、青木の直令を受ける人間は限られておる。荒川の仇を取るがいい。必要であれば青龍会から兵隊も貸してやる。俺に銃は必要ありません。仇を撃つ気はないと。いえ、おやっさんは若の弾を取ることなんて望んじゃいないはずです。じゃあどうする。おやさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていました。だから一世一代の大芝居を打ってまで近江連合を解散したんです。つまり極道の本来あるべき姿、
暴力で何かを奪うのではなく、力を持って弱きを助ける生き様を証明したかったんだと思います。なるほど。それを貫くため、おやっさんが辛抱し続けた日々に報いるには、人一人の玉取って解決なんてしちゃいけねえ。そんなやり方、あの世のおやっさんに顔向けできねえ。だから俺、若の目を覚まさせてやります。ぶん殴って思い知らせてやります。俺がやれることはそれくらいしか。つくづく荒川って男は幸せもんだな。いいんじゃねえか、お前の好きにやれ。俺が少し出しゃばりすぎちまったようだ。会長、そんな。しかし、どうやって青木と会うつもりだ。都庁の受付で都知事に会わせてくれと言ったところで追い返されるだけだぞ。大丈夫っすよ。若に会うルートはちゃんと考えてます。なるほど、すでに策はあるということか。しかし、青木に近づく以上危険は避けられん。青龍会の兵隊を連れていくがいい。もしもの時は骨は拾ってやる。会長の申し出はありがたいんですが、遠慮させていただきます。俺にはすでに最高の仲間たちがいますから。待っててくれたのか。どうだった？悪いな、俺一人最高級のコースをご馳走になっちまったぜ。ずいぶん元気になったじゃねえか。いつまでもメソメソしてたら、あの世のおやっさんに怒られちまうからな。それよりも、今から久米に会いに行こうぜ。久米に？なんでまた？若に引き合わせてもらうためさ。久米は小笠原の後釜に任命されたんだ。若とも繋がってるだろ。それは間違いねえが、俺は若の野望を絶対に止めてみせる。それが何よりのおやっさんへの弔いになるはずさ。なるほどな。だけど、久米が素直に青木と引き合わせてくれるか。ま、多少手荒な方法でお願いすることになるだろうけどね。よし、そういうことなら今から久米ちゃんを探しに行こうぜ。探す必要はありませんよ。今日は公示日です。公示日？衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを出す日ですよ。今日から選挙戦が始まるんです。詳しいな。今回の選挙には肉の壁の運命がかかっていますからね。で、久米の居場所ってのは？公示日の立候補者は選挙区のメインステージで第一声の演説を打ちます。神奈川2区の場合は伊勢崎ロードのゲート下です。伊勢崎ロードか。今から行ってみようぜ。
法律を守る善良な国民が泣き、法の目をかいくぐった輩が高笑いをする。日本はいつからこんな国になってしまったんだ。正直者がバカを見るような社会はもうたくさんだ。私は法律を、この国の主権をもう一度善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な一票をこの久米に託してください。まあ言ってることは間違っちゃいねえんだよな。久米は本気でブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだ。裏の悪事も知らずにか。そう考えるとある意味では久米も青木に利用された哀れな被害者かもしれねえな。同情してる場合ではないですよ。よし行くぞ。おいちょっと通してくれねえか。頼むよ。ちょっとあなた、割り込みは迷惑ですよ。え？すまない。けどどうしても。あんたどこかで。あ、お前あん時のボディーガード。こいつだけじゃなく周りもみんな近江だぜ。飛んで火にいる夏の虫や。この間の借りはきっちり返したるで。うちのメスタルはかかってきたまえ。さーて、俺やめんなよ。だけどこれはいいかい。遊んでくんないか。やめるせー。こいつでどうだ。どうしたいね。してみろ。頑張ります。かかってきなさい。本気でやってん。見せてやる。やっ、ないや。私があるんだ。叩きのめすしてみろ。もみんかい。楽しめぞ。俺の番だ。やれてんのか。さらに強くなれましたね。成長を感じます。また強くなっちまった。邪魔するつもりやったんやろうが。残念やったな。久米の演説は一回じゃねえだろう。この後いつどこでいつやる。全部言え。そんなもんホームページで全部書いとるわい。せやけどお前ら久米に近づくことは一歩たりともできへんで。どういう意味だ。久米を当選させることは都知事の勅令や。その障害となり得るお前らは徹底的にマークされとんのや。見てみ。わしにも把握しきれんほど近江組員が異人町に入り込んどる。無数の名がお前らを監視しとるっちゅうこっちゃ。くそ。常に青木の方が行って先を読んでるってことか。おっしゃる通り。
確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ。地方自治は学生の遊びだということですか？いや、そうは言ってないが。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでます。その理由として最も多かったのが神室町産経作戦の成功ということですが、これに関してはいかがでしょう、青木さん。産経作戦については私だけではなく警視庁のお力添えも大きかったですね。地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かと。しかし君ね、東城会が壊滅したからって神室町からヤクザが消えたわけじゃないでしょう。噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか？先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたが。そうだよ。でもそれはつまり危険を伴った産経作戦などしなくても彼らは自主的に消滅したってことじゃないの？危険を伴った作戦？果たしてそうでしょうか。今回解散を主導したと言われる幹部の一人、荒川真澄が殺害されたのはご存知ですよね。つまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われているようですが、現実としてその中身は決して平和的にはいかないということです。ところが産経作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく作用しているわけです。今回の総選挙、民事党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは？一言で言えば民事党の若返りです。ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています。彼らの力をもってこの国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。荒川の島で選挙に利用しやがって、てめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜ。ああ前から信じちゃいねえが、政治家ってのが一層信じられなくなるな。ねえ、この後も久米は別の場所で演説するみたいだけど、どうする？ああさっきの様子じゃ久米には指一本触れられねえし。苦戦しているようだな。会長、お前が言ってたルートってのは久米を脅して青木を呼び出そうってことか？ご名答っす。だけど久米サイドに先手を打たれていて。会長はどうしてここに？さっき平安堂でお前に渡し忘れたものがあってな。え？で、会長、俺に渡し忘れたものって一体？俺に頼み事をしてた件だよ。忘れたんじゃねえだろうな。頼み事？は？立候補者？久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのためにお前はこの金を作ったんだろう？見つかったんですか？青木に勝てる立候補者？四方八方手を尽くして探したんだがな、いなかったか。でもいいアイデアを持ってきたぜ。え、アイデアって何です？
カスガ、お前が出馬しろ。はぁ、もう少し早く思いつきゃよかったんだが。ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんすか。俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよ。だろうな。クメに勝てないどころか、供託金が返ってくるほどの票も集まるまい。300万ドブに捨てるだけっすよ。捨てていいんだよ。はぁ、それでクメを捕まえるチャンスが来るなら安いもんで。クメを捕まえるチャンス。立候補者は狭い選挙区の中で選挙カーを走らせたり演説をやるわけだ。当然対立候補と出くわすこともある。そんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って握手をするのが礼儀だ。見たことあるだろう。接触できる大チャンスだぞ。俺が立候補すればクメと接触できる。クメに比べればお前は無名の候補者、いわゆる泡沫候補に過ぎん。一方でクメは当選確実と言われている。その状況でもしお前が握手を求めた時、クメはお前を無視ができねえ。どうしてです。当選確実と言われる候補が泡沫候補を無視すればおごりと取られかねない。やらんってのは怖い。悪い評判ってのはすぐに広まる。そこでクメは嫌がおうでもお前と接触しなければならないというわけさ。お前の計画は選挙でクメを打ち負かすことだった。でも今のお前が望むことはクメとの接触だろ。違うか。ちょっと待ってください。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。どんな前科だろうが刑期を全うした以上、立候補する権利は法律で保障されとる。どうするかすが。少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないかは今決めるんだ。俺出ます。マジかよ。でも法律的には問題ない。合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。おい、今何時だ。やばいわよ、すぐ行かなきゃ。走るぞ。選挙管理事務所ってどこっすか。馬車街道にある西浜ビルの中で。あざっす。ダメよ。もう。you
お。ありがとうございます。それでは。選挙とは民主主義が民主主義であるための最も重要なシステムである。売名や興味本位で出馬することなど言語道断。しかし春日一番という男は殺人罪で18年間服役した元極道にもかかわらず、この神聖な選挙に土足で踏み込んできたのである。これは民主主義への冒涜に他ならない。これは敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ。どうやら我々の作戦は久米サイドに気づかれたようです。つまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょう。え？久米が春日さんとの握手に応じなければならないのはあくまで春日さんがけなげな泡沫候補であることが条件です。そこで久米はあなたを悪役に仕立てて、その条件を変えようとしてるんでしょう。なるほどね。そんならこっちも汚名返上と行こうじゃねえか。お集まりの皆様、私がただいま招待に預かりました春日一番です。おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し。あれが人殺しなの。あいつが立候補、やばくね。人殺しだってよ、人殺し。いやー、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。皆さんご覧ください、あのふざけた態度。あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと、それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたよ。でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあんだよ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、法律大好きな久米ちゃんよ。その法律を否定するということではなく、ま、法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。でもおかしいな。あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。それはその、じゃあその矛盾の判断は個々の判断でってか。そう、それです。だからそれがグレーゾーンだっての。久米さんよ、
誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾がある。あんたの言う通りさ。人間、ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかった奴らばっかりなんだ。でもあいつらオーテント様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律も大事だけどもっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。法律のために人がいるんじゃなくて人のために法律があるんじゃねえのか。その順番ってのが大事なんじゃねえのか。久米さんよ、春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を手術する。私もだよ、一番。お庭だ、春日に投票するぞ。頑張れよ一番、応援するぞ。俺たちは春日の味方だ。久米なんかに負けんじゃねえぞ。久米さん、俺はあんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから一つ握手でもしようや。撤収！撤収だ！おい待てって。おい、ちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください、久米さん。こうして突発的に始まった論戦は有力候補の久米陣営が撤退する形で幕を閉じました。前科あり元極道という異例の春日候補は早速 SNS を中心に話題となっております。はあ、役に立たない奴らばかりだ。久米といい、お前といい、こんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。で、報告ってのは。新体制の件ですが、しばらくは東京未連合という仮の屋号で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。今後は各ポストの人事を。お前偉そうに言ってるが会長にでもなったつもりか。え？いえ、お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げただけだ。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだからな。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。お前にその器があるのか。はい、そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。え、もしもしくじったらどうなるかお前ならわかるよな。なあ、イラつくんだ。文句あるのか。何見てやがる。どちらまで行かれ。それでは。
ちらまで行かれますか？そうですか。なあ、おい。ちょっと。私の番です。やめんなよ。ゆっくり出すんじゃない。どうしたんや。それは。こいつでどうだ。何が来いよ。私が本気でやってんよ。見せてやる。やあ。俺の番。してみろ。やってみろ。どうしたんや。やってみんかい。邪魔だよ。やるんじゃ。俺の番だな。俺よっしゃ。負ける。やってん。大丈夫じゃねえか。やった。うぅ、よし、まだクメは俺らに気づいてねえ。무슨 일이지? 뭐라고? 何とぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。何とぞよろ、よう。カスガだ。カスガ候補が来てるぞ。カメラ回せ。路線だ。昨日の論戦の続きですか、春日候補。いや、昨日は久米さんの上げ足を取ってすまねえと思ってな。今日は和解をしに来たんだ。和解の必要など。マスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりで話しましょうか。うん、それがいいですね。じゃ、久米さんの選挙か、お邪魔しますね。はいはい、こっから先はちょっと勘弁してくださいね。春日さん。どうした？星野会長の命が狙われています。はん。今日清流会に襲撃があると小見汁へ闇情報が入ったんです。的は星野会長。孫妃も清流会に異変があるようだと言っています。会長が狙われてる。久米も青木亮も今は後回しにすべきかと。また来るぜ。清流会でトラブルだ。急ぎらしい。え？おい、なんだよ。久米はもういいのかよ。
いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさまでした。ありがとうございました。高部の頭、春日、撃たれたのか。近江連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人、親父とこに向かった。親父が会長の部屋増えたな。頼む、急いでくれ。消えおったの、春日。近江連合会長は、そこでもうちょい待っとき。まだお掃除が済んどらんのや。なんだと、てめえらざけんじゃねえ。本庄たたきの軽くひねってあげましょう。さーて、舐めるとね。舐めんなよ。俺俺なんや、うさや、くらえ。こいつでどうだ。さて、痛い目に合わせますよ。怪我しますよ。やんのか、してみろ。叩きのめす。かかってください。はい、いいね。見せてやる。必殺。ほら来いよ。よし、行くぞ。よっしゃ、負ける。ド派手にぶちかませ。せえよ、イチ。あんたが会長を。お前はいつだって遅えんだ。使いに行かせても、しのぎに行かせても。なんで星野会長を。偉人さんにはこれがとどめになる。清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで、偉人町にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったって、あんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥落とすって青木亮が何だって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする。何、おい、一番選挙区は若にとって
どれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。バカはお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも？冗談言うな。万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った？我がはな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を？ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上、やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のおやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなことは。白黒つけようぜ。くそ、なんか持ち出しやがって。なに、恐れることはねえさ。だってお前前回戦った時勝てたんだろ。そうだけど、多分勝てたのは運が良かったからだ。それか向こうが手を抜いてたんだろ。それに沢城の頭は武器を操らせたら最強なんだ。刀なんて得意中の得意だぜ。なるほど、いずれにしてもこの戦いはきつそうってことか。ねえ、殺しの荒川組の若頭だ。ヤバそうな気配がしたら無理して突っかかるなよ。了解。私の番です。なめんなよ。本気でやってん。どうぞ。頑張ります。やるか。遊んでくんないかも。私が相手です。奥の手必殺。ほら来いよ。また本気。俺の番だ。叩きのめす。私に勝てますかね。おいおい、この程度かよ。よし、よし、行くぞ。俺の最終奥義、ぶちかますぜ。おて勝てると思ってる？遊んでくんないか。してみろ。怪我しますよ。まった本気でやって。ほら来いよ。くらえ。苦しむがいい。遊んでくんないか。やめんなよ。もうどうしようかな。
邪魔だよ。私に勝てますかね。私が相手で、俺の番だな。よっしゃ、行く。私の番です。来ねえ。してみろ。まあ、本気でやってん。セーラあの妙な技は。あれは西洋の杖術だ。想像してたよりも段違いの迫力だけどな。想像？なんでそんなの知ってんだよ。俺最初に傘を持って戦っていたろ。あれはな、拾った古本に載ってた武術の影響だ。あれと今頭がやったのが同じ武術なのか。まあ俺のはさておき、さっきの沢城の動きを見てその本に書いてあったことが理解できたよ。本物ってことか。頭はどんだけの武術を身につけてんだ。それをこれから解くと味わうんじゃないかね。はあ、嫌だな。痛い目に合わせます。うん、さて、なめんなよ。回復ですね。頑張ります。ほら来いよ。持ってる。私が相手です。はい、サンキュー。してみよう。なんとかしねえと。本気ですか。怪我しますよ。痛い目に合わせますよ。よし、よし、いざ。私に勝てますかね。ぶちかますぜ。やるか。うん、私の番です。プレゼントだ。どうしようかな。かかってきなさい。やるか。私に勝てますかね。しんどいね。ふん、派手に行こうか。
様子がおかしい。そうね、折れた刃物を直に握ってるし。構えにも聞き迫るものがあるな。いよいよ頭の本気中の本気ってことだね。みんな気をつけてくれよ。さて、これをどうぞ。ありがとうよ。願ってますよ。遊んでくれないか。してみろ。本気でやってんやるか。さて、俺の番だな。私の番です。遊んでくんないかな。ほら来いよ。苦しめ。本気ですか？また本気でやって。うん。頑張ります。2回目に合わせますよ。ね、見せてやる。遊んでくんないかな。そりゃ。やるか。さて。くらえ。プレゼントだ。本気で俺の番。一つ上の男。カシラ、何やってんだよ。俺の知ってるサバシロ城は何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があってもバラカーのおやっさんを、おやっさんを殺すなんてこと、俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやっさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。でも俺のことが目覚めて若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。は？若の命令に逆らったのは後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭も親さんのこと。違う、極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。え、その理由を俺は分かりさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか？俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになるのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺の崖をはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。
どうすんだよおい。俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと、俺たちはそうやって日増しにでかくなる腹を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから地獄に落ちちゃうね、私たち。絶対に。今さらなんだよ。俺はもう全部忘れた。いやー、先輩、早く帰ろうぜ。やっぱり私、戻る。ふざけんな、もういいだろう。忘れろよ。やだよ、戻らなきゃ。あ、おい、よせって。離して。くそ。ん、あいってくれ。あの人なんで、なんであそこを開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいたの？でもなんで？ほら、ほら、ここ。でも、よかったんじゃねえか？あいつが面倒見てくれるってなんだか知んねえけど助かったんだよな。これでよかったんだよ。おいおい、大丈夫か？しっかりしろ。どけ。じゃあ、おやつさんは、あんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は荒川雅人、若だ。若は、あんたの息子。お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった。思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は、親父は神室町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か
の子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、マサト。なんで？なんで僕の足だけ歩けないの？みんなは歩けるのに、僕だけなんで？その言葉は、それから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても、俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえんだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら、荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた、若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのこと若は知ってるんですか。さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持っていくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと？何ですか。さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか。肝心なとこ。親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、親父の本当の子はどこにいた。そういや親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな。あの大晦日の夜、茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。すると、そういえばその日その場所で生まれたって男がいたな。まさか、それじゃまるで俺が。まさか。親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。え？どけ！騒ぎが収まった後も俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。
泣き声で気づいたにしても誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね。鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの。わかんねえ。まさかこれか。いねえ。あ、いました。店長、いました。ここです。いたのか。ああそっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘、赤ちゃんがもう一人。どうすんです、警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。あかねちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね。命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違え。ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間受け渡しが失敗した時の場合に備えて赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え、そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のない戯言だと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。青龍会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでも。なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。うん？青木亮に荒川の親父を殺せと言われて俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのも、もはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと。頭、おやっさんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰がおやっさんを。確証はねえが頭補佐の石尾だかもな。やつが今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ、あの野郎がおやっさんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかない。
本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。그거 믿을만한 정보 맞아? 그렇군. 혹시 또 뭐 나오면 연락해. どうした? 星野会長が狙われていると、そう教えてくれた匿名の垂れ込みですが、ネタ元はどうも沢城本人だったようです。何?なんで沢城が自分からバラしたんだ?つまり沢城は、星野会長を殺したくはなかったんでしょう。え、彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。が、あなたに直接それを伝えれば、はっきり青木亮を裏切ることになる。ですから、匿名で情報を流し、星野会長が殺される前にあなたが間に合うかどうかを天運に任せた。でも私たちは間に合わなかった。いつも無茶なことばかり言いやがるんだ。あんたは頭。